変身。愛知県の名前、デラックス高柳さんだ。本日はですね、こちらを紹介します。ウルトラディメンションカードセット06でございます。ついにね、06まで行きましたよ。グリッタートリガーエタニティセットです。はい。早速ね、開けていこうと思うんですけど、これびっくりしたのが、見てください、これ。まあ、多分ね、これ荒れちゃいます?SDGs 的な政策が、ついに、おもちゃ業界でも出たんちゃいます。プラスチック使うよりはね、普通にこうやって紙状って言ったらちょっと失礼ですけど、こんな感じにした方がええんじゃないか的な、あれちゃいます?知らんけど。とか、まあでも、あれだね、こっちの方が多分、おもちゃ感は出ないよね。特別な感じがあんまりしなくなったような気は。っていう個人的な意見は、さておき、あげておこうと思います。やっぱ今までの形とさ、ちょっと違うからさ、買うときちょっとびっくりしたんよね、ほんまに。これで合ってんの?みたいな。ほんまにこれってなりましたよ、僕は。あ、薄いシートみたいなんで、固定されてますね。綺麗に取らないといけないからね。順番に見ていきましょう。グリッター、トリガー、エタニティですね、これが。トリガーダーク、トリガートゥルース、カルミラ、ダーゴン、ヒュートラン。以上6枚でございます。ウルトラ D フラッシャーでね、音声聞いてみようと思います。宇宙を照らす超古代の光、ウルトラマントリガこんな感じですね。久々にあっちの音声聞いてみようかな。宇宙を照らす超可愛いの光、ウルトラマントリガー。こんな感じですね。これがデラックス版のグリッタートリガーエタニティですよ。じゃあ次いきますか。未来を染める漆黒の闇、トリガーダーク。まあ、こんな感じですよね。あ、ちなみにトリガーダークは持ってないので音声確認できません。じゃあそのまんま、トリガートゥルースいきます。期待通りですね。でも、やっぱ、ここはハイパーキーの方が好きですね。音声的には。
ちの方がやっぱいいわ。一気に3人の音声聞きますか。まあこんな感じですね。じゃあ次はこれに合わせてみましょうか。一気にスキャンしてみるか。なんか他にもできそうなありそうだね。できたね。シンプルにこれもいけそうじゃない？ダメでした。ということで、以上、ウルトラディメンションカードセット06のね、グリッタートリガーエタニティセットの紹介でした。まあ、いろんなカード持ってたらいろいろなこと楽しめると思いますし、まだまだね、出ていない音声とかいっぱいあるんじゃないかなと思いますので、まあ、それを探しながらね、遊んでいくのも悪くないんじゃないかなと思っております。